どうも皆さん、こんにちは。よしきです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。本日は2022年今年をねちょっと振り返っていきたいと思います。僕もね24年間生きてきていろいろあった年でもありましたし、このねよしきブログというね YouTube をね開設したっていう年でもあるので、明日のね大晦日で2022年が最後になるので、ちょっと本日は振り返っていきたいと思います。どうぞ。ということで本日も動画を見ていただきありがとうございます。本日は先ほど言ったように2022年どのようなね1年だったかをねちょっと話しながら振り返っていきたいと思います。この動画で初めて僕を知った方もいれば、今までね見てくれた方もいると思うのでね、軽くね僕のことを話しさせていただきますと、今年のね4月にコロナに感染して後遺症で病気になってしまって脊髄炎というね病気になってしまって、 YouTube を開設してまあね徐々に映像クリエイターとしてね活動をね始めて頑張っているという最中になりますという感じがね僕のね軽く自己紹介になります。今年はねちょっといろいろあった年でもあるので、今年2022年最後の動画にはなりますけど、皆さんよろしくお願いします。ぜひね最後まで見てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。前の動画でもね言ったんですけど、モデルの方はね今募集しております。女性の方でも男性の方でもねどちらでも嬉しいので、もしね写真撮らせていただいたり映像撮らせていただくことができるモデルさんの方がいましたら、ぜひねメッセージだったりご連絡いただけたらなと思います。全然普段モデル業とかねそういう仕事をしてなくても少し興味がある方だったりね撮ってほしい方がいましたら、僕の知り合いでも今見てる方でもね誰でもね構いませんので、よろしくお願いします。あとねチャンネル登録の方ね年内200人の方を目指しております。今回のね動画を見てねいいなと思ってくれた方や応援してくれる方がいましたら、チャンネル登録の方よろしくお願いします。あとねグッドボタン、高評価、コメント、コメントもねぜひお待ちしておりますので、そちらの方もねしてくれたら嬉しいのでよろしくお願いします。2022年どんなことがあったかをね僕がね 1年間どんなことがあったかをねちょっと話していきたいと思います。まず2022年ね4月の初めに新型コロナウイルスにね感染しました。そして5月ね2022年5月に新型コロナウイルスとワクチンのね後遺症でね急性脊髄炎というね病気が発症しました。コロナ後遺症の脊髄炎については動画がね3本ぐらいあるので、今出てるこちらとこちらとこちらの動画がありますので、僕がねどのような病気になったかをねまだ知らなかったりちょっと気になる方がいましたら、こちらの動画を見てくれたら嬉しいです。そして5月に脊髄炎っていうのが判明して、そこからね3週間ぐらいね入院生活がねスタートして、こんな長い期間にずっと病院にいて治療だったりリハビリをして入院してるのはねめちゃくちゃきつかったですし、精神的にもねちょっと参っちゃうぐらい、早く1日でも早くね退院したいし、もう治んなくてもいいからね退院したいなっていうぐらい入院生活はね結構きつかったです。シンプルにね病院にずっと居続けるっていうのがね僕的にはねメンタルがきつかったなっていう思い出がね、思い出というかその時を振り返るときつかったなって思います。まあ6月から8月でね休職生活がね始まりました。まあ今まで行ってたねお仕事がねできない状態で、会社のね方にも迷惑をかけたりとか、関係してる方にね迷惑をかけたり心配をねおかけして、この2ヶ月間治るかなって思いながらね治療したり、家でね過ごしている日々がね続きました。このまま治らないんじゃないかなっていうのも医者にも言われたりとか、下半身のねしびれと麻痺があるのでサッカーができないと思ったので、興味があって熱をね注げる映像の方にねここら辺から勉強し始めました。で8月の終わりに会社と相談して9月1日付でね前の会社をね退職することになりました。その時のね動画は僕が退職した動画はねこちらにありますので、ぜひね退職した日に撮った動画なので、まあ、結構最初の方に出した動画なので動画の画質が悪かったりねいろいろと見にくい動画であるんですけど、僕がね会社を退職した素直な気持ちをねそこで喋っているので、ぜひまだ見てない方はね見てくれたら嬉しいです。とうとうね9月に退職することになって、まあ、いざねここ9月1日から
退職して無職になりますってなるとね、まあ、無職になる覚悟はできてましたし、まあ、ここから映像クリエイターとして頑張ろうっていうのはあったんですけど、いざねここからもう職がなくて会社に所属しないし、他に、ね、働いてもないので、まあ、収入の面ではね傷病手当金っていうこの前出した動画があるんですけど、傷病手当金で暮らしていって、あとは映像をね仕事にするしかないっていうね覚悟と不安がねあったのがね、この9月、2022年9月はねすごい不安もあるし自分に期待もあるし、けどねまだ職がないので周りからも心配されるっていう、いろいろとね難しい時期ではありました。でそしてここの9月から僕はねその退職動画を出して YouTube チャンネルをね、このよしきブログを開設しました。この退職動画からね本格的にもう顔も出して自分でカメラに向かってね喋ったりっていうする YouTube のね活動を始めたのがね9月ぐらいだったと思います。ここから本気でね映像クリエイターをね目指そうと思って、メトロンブログのテサーさんがやってるデミクロオンラインスクールって映像スクールに入ったり、他の方のね映像クリエイターの YouTube を見たり、いろいろな作品をね見たりして映像クリエイターをね本気で目指そうとここで思いました。で2022年10月になってで YouTube 始めて2ヶ月弱ぐらいでメトロンブログのねテサーさんにねお会いすることができました。まあ、その動画もね前編と後編こちらにねあるので、まだ見てない方がいましたらぜひ見てください。めちゃくちゃね僕にとってはね分岐点でもねあったなと思います。まあずっとね YouTube で見てましたし、映像がかっこいいなって思ってテサさんを見て、メトロンブログを見てね YouTube だったり映像をね始めようと思ったので、憧れの方と YouTube を始めてね1ヶ月2ヶ月ぐらいでねお会いすることができたので、すごい運も良かったと思いますし、お会いして真剣にね2時間でありましたけど、この2022年のね出来事の中ではすごい大きなね出来事だったと思います。まあ、勇気を出してね DM してお会いしたいですっていうのを伝えて、もう本当に運もあって行動してね良かったなと思いました。そしてその11月頃にね、僕がね他に見ていたアキアムービーのねアキアさんっていう方がオンラインサロンをね開設したので、ずっとねアキアさんの動画も見てましたし、映像も綺麗で人柄もね尊敬してね好きな方だったので、開設したのでそちらをね入らせていただきました。この間ね大阪に行った動画もあって、クリスマスのねオフイベントもあって、さまざまなねクリエイターの方とねお話しさせていただいたり、クリエイターの方とね交流できたので、これからもねいろいろなことに参加して自分からね行動してねつながっていけたらなと思います。でそこの前にオンラインイベントがある前にね、僕はね11月に2度目のねコロナに感染してしまいました。そのねコロナに感染した動画もねこちらにあるので、2度目のねコロナにまさか感染するとは思わず、まあ一度ね感染していたので気をつけてはいたんですけど、まあまさかねここで2度目のコロナに感染するっていうことがあって、本当にね今年は病気だったりね体に対していろいろと起きる年なんだなっていうのはね、本当にこの最後の11月のになってまでも最後の最後までね体なんかね病気に関連することが起きるんだなっていうのはね思いました。でそのコロナが治ったすぐに大阪に行って、またメトロンブログの、ね、テサーさんにねデミクロのイベントがあって、テサーさんにね直接お会いして、こういう風にした方がいいよってアドバイスをもらいました。でテサーさんとねジュリアンさんにねお会いした動画もあるので、よかったらこの間上げたばっかのね大阪 Vlog の動画があるので、こちらもねよかったら見てください。ここでもね結構大きくて、映像クリエイターとして活躍していくためにねすごい転機点というか分岐点になる日だなと思いました。でこの日はねまさか10月にねメトロンブログのテサーさんとお会いして、すごい12月にねまさかすぐ再会できることができてね、僕は嬉しかったです。めちゃくちゃこのイベントにね参加してよかったなと思います。そしてその夜にねアキアさんにねずっとお会いしたくて、 YouTube をずっと見てアキアさんのオンラインサロンにも入って、会いたかった方にねお会いできたのがね、すごい憧れのお二方にねお会いできたのがねすごい良かったなと思います。まあ、12月最後の最後でもね、映像クリエイターとしても僕の人生においても重要な出来事があった日だなと思いました。まあ、こうやってね振り返ってみると、4月にコロナ感染して脊髄炎になって、会社を退職して無職になって、映像クリエイターとしてね頑張ろうと思ってテサー、メトロンブログのテサーさんに会って、アキアさんに会って、α7-4 っていうカメラも購入して、そちらも動画もあるんですけど購入して、ここからね本格的に映像クリエイターとして頑張ろうっていう節目の年になったなと思います。
まあ、ざっとね今結構長く話したんですけど、1年間僕に起きたね出来事をねまとめて話してみました。ということで次はちょっと今年から YouTube をねこうやって始めたので YouTube チャンネルを開設してみての感想を少し話させていただきます。2022年のね大きな節目としてやっぱり YouTube をね開設したのは僕としてはすごい大きな出来事でした。まさかね自分で YouTube をやるとは全く思ってなかったですし、 YouTube はね見るもんだと思ってて、 YouTuber の方はすごいなとか登録者こんなにいてすごいなとか、自分が楽しませてもらってる方だったので、まさか自分がこうやってカメラに向かって喋れる生活がね来るとは全く想像はしてなかったんですけど、まあ、やっぱり病気になって無職になって映像クリエイターを目指すにあたって自分でね発信したいって自分で思いましたし、伝えるべきことがね僕だからこそあるなっていうのがね、素直になんかもう YouTube はやろうって自然と思えたので、あんまりね人前で喋ったりとかするのは苦手ではあるんですけど、まあね一人でカメラに向かって喋る分には気楽にね喋ることができるので、で YouTube もね始めてこうやって見てくれる方のおかげでね僕も続けることができているので、これからもね難しいことだったり大変なこともたくさんありますけど YouTube はね始めてよかったなと思います。で YouTube 始めた動画もねこちらにあるのでよかったら見てみてください。で何と言ってもねこの見てくれてるね視聴者の方チャンネル登録してくれる方コメントしてくれる方ね2022年ね1年間ありがとうございました。YouTube をやってると孤独ですし、一人でねカメラに向かって喋ってパソコンで編集してをひたすらね毎週毎週繰り返しているものなので、まあ、孤独な作業でもありますし、どういう風に映ってたりとかどういう風に思われているのかね正直わからないことも多いんですけど、チャンネル登録だったりコメントしてくれるね言葉がね僕にとってはすごい救いになって、また頑張ろうとかいろんな動画作って楽しんでもらおうかなって思える原動力に、ね、なっているので、いつも見てくれる方だったりねチャンネル登録してくれる方は本当にありがとうございます。来年2023年もねより一層頑張って YouTube もね登録者1000人の方を本気で目指していくので、僕のねチャンネルもね期待して楽しみにね見てくれたらなと思います。ということでねちょっとね長くはなってしまいましたが、最後までね見ていただきありがとうございます。この動画をね見てくれた方は僕の友達だったり知り合いの方だったり、まあ、たまたまね今日初めて見てくれた方もいろいろな方がいるとは思いますけど、2022年本当にありがとうございました。今年はね退職して無職になったってこともあって時間が少しできたので、友達にね会ってご飯行ったりとか、まあ高校の友達とね久しぶりに会ってみたり、大学の友達だったりとかいろいろなね方とお会いして、たくさんのね元気をもらったりとか、言葉をねかけ心配のね声をかけていただいたり、すごいね周りの方に支えられて生きているんだなっていうのを再確認した1年でありました。まあ今年は本当に自分にとって事柄だけを見たらねいいこと悪いことの出来事の方が多かった1、2年ではあるんですけど、逆にこの2022年がね僕の人生にとってねターニングポイントとなって分岐点となってね、出来事はね後悔はないですし悔いもないですしね、ここまでやってきたことの積み重ねであるので、来年はねより一層飛躍していろいろな動画だったり映像を作ったり、友達とかねたくさん会っていろいろ楽しいことをねできて応援してもらえるようなね人間になれるように頑張っていきたいと思います。でねまだねチャンネル登録してない方はねチャンネル登録してくれたら嬉しいです。2023年は必ずねチャンネル登録者数1000人をいって、まだチャンネル登録してない方だったり応援してくれる方、チャンネル登録の方よろしくお願いします。あとねコメント高評価グッドボタン、気軽なねコメントしてくれたら僕も返してコミュニケーション取れてね楽しいので、コメントいいねよろしくお願いします。ではこれで2022年よしきブログのね最後の動画になりますので、皆さんもね急にね寒くなってね体調管理などに気をつけて良いお年をお迎えください。2022年本当にありがとうございました。2023年も YouTube だったりねいろいろな発信をして頑張っていきたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。ではまた来年2023年次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。